ここではオーストラリアの幹線道路一覧をその路線番号と位置とともに示す。いくつかの幹線道路が複数の州や地域にわたることに注意。オーストラリアは広大で人口密度が低い国である。最も初期の幹線道路は各州の州都からスポーク状のパターンで広がる。これらの路線は地方の主要都市と州都をつなぐ。以前は 相互の主な輸送手段は海運または鉄道であった。人口が増加するに従って異なる幹線道路にある街を接続する路線が構築された。例えばビクトリア州には州内のすべての大都市他のすべての大都市に直接接続されている最も大きい幹線道路網がある。多くの貨物輸送はまだ鉄道に頼っているが貨物輸送と 旅客輸送の需要の増加は都市間の幹線道路の建設につながっている。標準的な国道の路線番号案内、標識幹線国道の路線番号案内標識1955年にはオーストラリア国内の路線を理解しやすくするためにオーストラリア国道番号の体系化が行われた。国道番号は方角表示標識、距離表示標識の中にある 白い縦型の路線番号案内標識によって表される。一般的な規則は、ほんの少数の例外を除いて、南北方向の幹線道路が奇数、東西方向の幹線道路が偶数の番号を付けられている。国道1号線は、幹線道路ネットワークに組み込まれ、本土を一周する、州都及び海岸の町をべて共に接続した路線として割り当てられた。 1970年代に幹線国道計画が導入された。これは州との間を1対1で直接結ぶ幹線道路で構成される。連邦政府によってこれらの幹線道路の建設資金が供給される。これらの路線は緑、金の縦型の路線番号案内標識によって識別される。国道ネットワークは最初に町と都市の中心を接続し、 他の国道との合流点で終了する。町と都市の周りのバイパスの成長は状況を多少変化させる。国道はしばしば、個々の都市の中心ではなく、大都市圏の周辺で終了する。標準的な修道の路線番号案内、標識幹線国道、または国道ネットワークでカバーされなかった重要な都市、地域間のルートは、修道のネットワークで網羅された。 修道には青い縦型のマークを用いる。それらは1980年代の終わりまでにすべての州で実際に採用された。いくつかの州ではそれほど重要でない国道のいくつかが修道に格下げされた。また、ニューサウスウェールズ州のウロンゴンと入滑するの都市圏では他の場所で見られる2桁の番号の代わりに3桁の数字が採用されている。ビクトリア州と 南オーストラリア州の地方では、青い縦型表示の路線番号が1990年代後半に英数字のシステムにとって変わられ、それはタスマニア州でも使用される。一家参照。英数字の幹線国道の路線番号案内標識英数字の修道の路線番号案内標識1990年代には、路線番号に関する大きな変化があった。ビクトリア州と、 南オーストラリア州はそれらの体系を完全に再構築した。1970年代後半のタスマニア州による路線番号体系の例に倣って、国道と修道の路線番号体系を廃止し、英数字による体系を導入した。当初の国道路線番号体系から引き継いだ路線番号は若干の例外はあるものの残っているが、現在では等級を表す文字が前に置かれている。 例えば、ウエスタンフリーウェイは、バラーラットまで M8 で、それ以降、A8 ウエスタンハイウェイとして継続する。メルボルン都市圏の青い表示の都市圏幹線道路、路線番号体系が用いられる地域では、それらは使用されない。ニューサウスウェールズ州は、少しずつ A 数字による路線番号が付けられた新しい道路標識を設置してこの体系を導入する準備をしている。 この際、標識は既存の路線番号で覆われている。この体系がいつ公式に導入されるかは発表されていない。西オーストラリア州ではそのような体系を導入する計画はない。M、ルート主要幹線道路。通常、これらは方向別に分離された車道を備える高速道路水準の幹線道路である。それらは 州都総合間あるいは大きな田園都市と接続するが、主要な都市高速道路にも適用される。インターチェンジは、東急付けされていることもされていないこともある。これらの路線の交通量は、非常に多く、居留地や街、時には都市をバイパスする。A、ルート単一の車道からなる、週間の主要な幹線道路。交通量は、M、ルートより少ないが、広い追い越し車線。 舗装された路肩と道路表示を備える。これらの路線は街の中心を通り抜けることもバイパスすることもある。B、ルート一定のやや重要度が低い旧国道を含む異なる A、ルート上の主要な街を相互接続する二次的な幹線道路。さらに、それらは前室の A あるいは M、ルートの主なバイパス区間及び重要な観光ルートを含むことがある。 これらの路線は路肩を備えたかなり良質の舗装道路である。C ルートより小さな居留地及び街を A、B あるいは M ルートに接続する道路。さらに Q、A ルートの短いバイパス区間に適用されることもある。完全に舗装されているが、やや質が低く、また路肩がある場合とない場合がある。D、 ルート非常に小さな人里離れた街を接続する、未舗装の道路。現在では、サウスオーストラリア州のみで使用されている。一般に、未舗装の道路、小道あるいは未舗装の B あるいは C ルートの延長部分に適用された。道路、小道は、未舗装のための様々な品質である。いくつかの D ルートには、4リンク同社の利用が推奨される。代わりに、 ニューサウスウェールズ州では D ルートが迂回路を示す。この一例は M5 トンネルが通行止めの場合、運転手に代替経路を提供する D5 である。メトロードのマーク1990年代にシドニーとブリスベーンの都市圏、幹線道路番号体系は新しいメトロード計画で合理化された。これらは特有の六角形の路線番号案内標識によって識別され、 それらの経路に沿う、修道、高速道路、及び、国道の体系にとって変わった。メトロードは、スポーク状のパターンで都市の中心から都市圏の外の高速道路まで広がる。さらに、メトロードは主要な都市間状道路を含む。メトロードは、都市間線道路、その他主要な道路、及び、都市高速道路から構成される。メトロード以外は、 以前からの修道番号体系を用いる。ありがとうございます。